配されている。よく来てくれた。お前を知り尽くしたい。待っていたぞ、サージ。そんな、どうすればいいの？くそ、こんな時に。なぜ俺を？あなたのブレンマップ対応データはすでにそのバリアブルギアシステムにエントリーされているわ。バリアブルギア。彼にコアの場所を教えてやる。はい。ねえ、誰だか分かんないけど聞いて。そいつのボディにブレードが刺さったままのところがあるでしょ。そこの発電機下にそいつの弱点があるの。ちょっと聞いてるんでしょ。お願い聞いて。あなたの着ているバリアブルギアのハイパーモードがリミット間近なのよ。リミットを過ぎると体細胞が耐えられなくなって崩壊を始めるわ。だから急いで急いで。そいつをこれはウイルス組織のフィールド発信出力が急上昇している。何か強力な兵器を準備してるわ。危険です、みんな早くそこから離れて。やばいな、あんなのを食らったらいくらバリアブルギアでも。隊長、やめて、死ぬ気。やりやがった。あいつは、この爆発だぜ。生きてるはずは。何？俺は一体。捕らえろ。はい。なかなかタフだが悪くはない。あとはこれからどう仕上げていくか。タイムオーバー28秒、記録よ。様子はどう？ああ、命に別状はないそうだ。そう、よかった。あいつタフね。うん、ドクターも驚いていた。え？ハイパーモードを28秒も過ぎていたらしい。28秒？生きていられるのが不思議だ。後ろだ、ジョイスロー。何？バカ野郎、これまで殺す気か。
3倍リンケージ。マーク！熱くなるな。なるほど。いっけー！3倍リンケージ。あディテクター、マーク！あれだね、ミト。お前がドナーなのか？スタンバイ、ハイパーモード、マーク！無駄よ、そんなもん。本当はあなたが一番邪魔なのよ。そのノート、そのバリアブルギア、ハルシオンスカーレットがね。あなたのブレインマップパターンがいつかそのギアから全てを引き出すことになったのかも。でももう終わりよ、あなたのギアも。今ここで消す。うっとうしいし。ハルシオンスカーレット、コンディションレッド、ケンシロウ、もっと接近して。できりゃとっくりそうしてるぜ、サージー。何かではないか。考えろ、考えるんだ、サージ。レイデン、スタンバイ、ハイパーモード、マーク！ハルシオンブラック、復元に成功していたとは。サージ、コマンドを伝える。直ちに入力しろ。スタンバイ、トランセンデンスモードだ。スタンバイ、トランセンデンスモード。ありがとう、ドナ。そんな、まだ私は誰も。ここまでか。また会おう、サーラ。なんだよ、アリア。こんなことって、サージ。トランセンデンスモードは、お前にしか使えないバリアブルギア、ハルシオンスカーレットの機能だ。固有のブレインマップを持つ、お前だけが制御できる究極の武器だ。全員そこを動くな。ロケットナイト、
30秒だ。30秒で終わらせる。サージ、私とこのハルシオンブラックの力を恐れぬならば、かかってこい。やはりまだこの程度。落ち着けサージ、滑走路を傷つけると離陸はさらに困難になるぞ。サージ、時が満ちるのを待つのだ。次元振動エネルギーの消滅を確認。インキュベーターは破壊されました。バリアブルギア2体を追尾中。ライフテレメトリをチェック。チェック終了。生命維持状況全て問題なし。2名とも生存しています。大至急回収されたい。大至急だ。サージ、お前は愛されている。